おい、倒れるんかい。ラウンドール倒れない。オッケー。どうも、こんばんは。というわけで2月9日木曜日でございます。20時になりました。ガトリングラジオ始まります。30分間よろしくお願いいたします。パーソナリティは、綿貫かなでございます。いや最近ですね、よその人のラジオに出たんですけど、自己紹介がこう定まってないなと思ってですね、前だったらさ、役者の綿貫かなですみたいな感じでやってたんですけど、最近も全然もっぱら役者もやっていませんので、やりたいなっていう気持ちはあるんですけど、やりたいなって思ってるんですけどやってないんですよね。だからこう役者として名乗っていいのかっていうところがね、全然別にみんないいよそのまま役者で名乗っていこうよって言ってくれてるんですけど、個人的にふわふわしちゃうから、じゃ あ人生楽しまれてる、あ間違えて人生楽しんでるって普通に読んじゃった。ゴーさんのコメント間違えて読んじゃった。違う役者をやられているって言おうとしたのにコメント普通に最後まで読んじゃった。なんか役者やられてるってことで、最近はどんなものやられたんですかって聞かれたらさ、話広げられちゃったらさ、ですね、1年半前のですねって感じで答えないといけなくなっちゃうじゃないですか。1年半前までしかやってないんですか、これはなんかコロナの影響でできてないんですかって、あーみたいな、ちょっと難しい方面の話になっちゃう、あーどうしようみたいなことになるじゃないですか。でそうならないためにも、このまとまったこうなんていうんですか、自己紹介をちょっと作りたいなっていうのが、あと今年の目標みたいな、役者をやればいいだけの話なんですけど、役者をねそんな簡単にやるぜっていう風にできるわけでもないですから、やればいいんだけどさね、でもスケジュールがさっていうねことですよ。そういう感じなので、ちょっとそのメガネロック大家っていうやつの同級生のね、はい、こいつのラジオに出たんですよ。その時に20分のなんつうのポッドキャストみたいな感じのラジオの 3本撮りするっていうから、あと3回自己紹介したんですよ。で毎回変えたんですよ。あどうも綿貫ですっていうのと、あどうもみたいなのと、でこれが昨日放送、あ今日やないかい、今日放送されたんですけど、で次のが多分ね、あどうも皆様の、みんなの綿貫ですみたいな感じだった気がする。そんな、あなんだっけ、神の声、神の天の声綿貫みたいな、そういうだからよう分からんことをなんかやったんですよね。で3回目が、みんなの綿貫フリー素材ですみたいな、みんなのフリー素材綿貫ですみたいな、そんな感じで言ったんだけど、どれも全部しっくりこなかったの。なんかね、フリー素材いいですねってすごいなんかね大家にはすごい褒められたんだけど、自分では納得いってなかったから、あふんふんみたいな、いいでしょうみたいな、もう言うときも記憶もなくなってるんですけど、どんな話したのか全然覚えてないんですけどっていう感じで、自己紹介がいつもふわふわしちゃうんですよ。自分のラジオだったらさ、分かってるでしょみんなみたいな感じでいけるけどさ、どうしようかなって思っている、綿貫でございます。そんなこんなで、コメントが来ておりましたけれどもね、17件もコメント来てるのね、私がしんどくんブラブラって喋ってる間に、3分20秒の間に17件のコメントが来ておりました。銀さん、カーナー、お疲れ、おつ、琴音さん、こんばんは、おって言ってますね、ですね、高尾さん、綿貫さん、こんばんは、その2、こんばんは、その2、どうも、パート2。なんでランドールやねんってことで、最近メルカリでこのランドールを落としましたので、私のものになったよってアピールですね。この私の男です。はい、どうもランドールです。ゴーさん、綿貫、はい、イエイ、チョベリグですね、ありがとうございます。イクさん、元気でーす。で、ランドールを手名付けたんですね。手名付けました、私ちゃんと。はい、で、沖縄さん、ヤッホー、ウェイ、で、チェッ、オー、トランスフォーム、シャッ、よし、来てますね。で、間違えて読んじゃった、ゴーさんの人生楽しんでる綿貫です。あ、これ自己紹介ね、いいね。で、カミツーさん、ご飯食べててくるの遅れちゃったよって、全然大丈夫ですよ、ありがとうございます。ゆうみさん、ドワッシー、はい、ドワッシー、ハムコーダー、どうもどうも、おつ、なんか久しぶりな感じもしないね。カンパチさん、今日も可愛い、今夜も可愛い、ありがとうございます、おう、ありがとうございます。カミツーさん、あーふんふんっていう時の綿貫さんの顔マジでいい、あーふんふんって言ってる私、なんかさ、私の知らない間にさ、いろいろ変な私が、なんつうの、知らない名言みたいなの作っちゃったりとかさ、なんかいろいろあるみたいですね。今日は何食べたい？温かいものが食べたいです。スープが食べたい、スープが食べたい、ひふみさん、スープ食べたい。
スープ飲みたいです、スープ大好き。高保さんステーキは、私は食べれないですね、もう嫌ですね。あふん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 っていう時の顔、どういう顔全然わかんないんだけど。でなんかダイエットって自分で名乗ったんですけど、ちょっと飲み会だったり結婚式が入ったりとかでですね、ちょっと食べてしまってですね、戻ったみたいな感じがございます。悲しいですね。なんで なんてスープ違う、その酢じゃないです、そのビネガーアップじゃないです、やめてください。でゲイさんから寒くないんですかっていう、半袖なんですけど私、普通に沖縄はこんなんですよっていう。でコトルさんがちょんとね、あのちょんとってなんやね、ちゃんと説明をしてくれてますね。今日は地元の人も暑いというくらいの陽気でございましたということで、暑いんですよ、暑かったです、今も暑いです。なんか上着着てきたんだけどさ、思いのほかそんな上着いらんなって思うぐらいちょっと暑いですね。2月ですよ、まあ、2月、まあよその県から言ったらさ、2月ってこう寒いねみたいな、めっちゃ寒なってきたわみたいな時期だと思うんですけど、沖縄ってちょうど暑くなりそうだねみたいな、春来たねみたいな、そんな感じだよね。桜も咲いてるしねまだ桜見てないんだけど、沖縄に住まれてる方桜見ましたか？私あの荷箱のお客さんとかに、あの桜が咲いてるからうんたらかんたらって話を聞いて、ああもう桜咲いてるんですねって話をしたんですけど、内地の方に説明すると、は？桜が咲くわけないだろこの時期にみたいな感じで言われるという、だからちょっと悲しい思いをするっていうことをですね、このお店でよく聞くんですけれども、高橋さん明日関東で、うわ除雪予報出てます。除雪してねってこと？雪がめっちゃ降ってるってことですか？あ、ごめん、降雪ですね。綿棒。除雪ってなっちゃった。降雪ね。降雪市場ね。はいはい。降雪市場ね。はいはい。知ってました。はい、知ってました。はいはい。多分これ聞いてる母親がね、頭を抱えてると思うんですけど。うん、そうね。そうそう。うん、みんなで言うじゃん。みんなで言うじゃないの、あなたたちも。みんなで言うね。みんなで私が、まさか漢字が読めない。読めないって思ってるわけですね、みんながね。そうそうそう、うん、私、うん、漢字読めますからね。みなさんこんばんは。わ高尾さんが分かりやすく言ってくれましたね。雪が降ります、そうですね、そうだと思ったんですよ。だからもう雪降ったんかなって思ってびっくりしましたね。こんばんは。こんな感じで7分喋っちゃった。うわ今ちょうど714だったな、私の誕生日だった。7月14日が私の誕生日です。まあ、遠いですけどね。よいしょっと待ってくださいね。 BGM を追加いたします。間違えた、これじゃない、これじゃない、やめてこれじゃない、これじゃない、やめてよ、もうなんでそういうことするかなクラムチャウダーでいいと言われて、クラムチャウダー何でもいいです何でもいいです。なんで買ってくるのが前提みたいになってるんですか、ひふみさん。別に私なんか買ってこいみたいな感じのことやってないのに、なんか毎回買ってこい感が出してるね。除雪似てるね、そうだね、カンバさんね、優しい、みんなもう本当に優しい、ボランティア。いやで、いやでかいでかいでかい、ご一緒に A&W いるじゃないか。 A&W あ、だったら私コンソメスープがいいですオニオンコンソメスープが飲みたい、だったら私A&W バーガーにいるんだったら、あれが食べたいですね、スープが。何だっけ、オニオンスープが飲みたいです、どちらかといったら。よろしくお願いします。いや頼んでないんですよ別に、なんか絶対に買ってこいみたいなことを私頼んでるわけじゃないんですよ。鍋で炊いてきてもらう、嫌だね、鍋でこっちで持ってこられても私食べれないよ今、まあ、夕飯はちゃんと食べてないから全然食べれるんですけどね。うん、お肉メリオ、なんて、うん、了解しました。で、ごめんなさい、びっくりしたよねみんなね。で、何の話を今日しようと思っていたかというとですね、毎回ツイッター見ないと思い出せないんですよ。皆様よければですね、お手元にあります携帯を開いていただいてですね、ツイキャスから抜けちゃうっていうんだったらやめようね。私本日ガトリングラジオ今日もやるよっていうツイートをしてたんですけれども、アフタートークのタイトルをどうしようかなってちょっと思っていて、まあ、しばらく決めなくていいかなと思ったんですけど、なんか私の自分のツイキャス あのアーカイブを見てみたらなんかごちゃごちゃしてたので、タイトルをつけちゃって、でタイトルのロゴも作っちゃって変えようかなって思って、で、前アフタートークでやった時にボランティアの部屋めっちゃおもろいな、いいなって話をしたんですけど、ガトリング感出した方がいいんじゃないかと思って、ガトリングプラスっていう名前にしようかなと思ったんですよ。で、なので2つ候補出してアンケートをちょっとやってもらっていたんですけど、そしたら多分ね、よ
2件になんだろう、ちょっとの方がボランティアの部屋がいいっていうのと、あとガトリングプラスがいいよみたいな人もちょこちょこいたので、あのガトリングプラスにしようって勝手に決めてですね、あの投票の時間も全部終わっているわけないのに、あの ないんですけど、あのもうガトリングプラスにしちゃいました勝手にしちゃいました。もうなぜかゴーさんが埼玉ってコメントしてるね。なぜ今コメントしたんだ、いいよ全然いいよ、なんか投票をしたわけではなくて普通にコメントをしてきたからびっくりした。まあ投票を今更ね、ちょっとなんか私が勝手にもうタイトル決めちゃったからもうあ、だからロゴも作っちゃったんですよあ、投票した、あプラスに、ありがとうゲンさん、あのプラスのね、あのロゴも考えちゃったんですよ、なんか可愛いの作っちゃった、あのガトリングにして、あの下にプラスにしたわけ、全然見えてない、ウケる、見えてる、パソコンの方は見えてるかもしれない、あの可愛くないですか、プラスって名前にしたんですよ。あー、ありがとうございます。どっちに投票したのかはちょっとわからないですけど、はい、あーありがとうございます。あー、それでもプラスの方が多いですね、プラスの方が多いですね。あ、見えてる、あ見えてる、よかったよかった。24もいいな、24って何、あのボランティアありがとう、ボランティアの方の部屋ね、あのボランティアもいいなと思ったんですけど、あの普通のツイキャス配信の方をボランティアの部屋っていうことにしようかなって思っていて、ツイキャスのアーカイブを開いた時にちょっと分かりやすくしたいなって、サムネイルで、あこれがあのアフタートークしたやつかとか、普通のあのツイキャスかっていうのが分かりやすくしたいなってちょっと思って、少数派かいそっちの方だったんかっていう風にしようかなと思って、でツイキャス配信とか、あとはなんか、うん、そう配信系もちょっとね、もう少しなるべくやっていこうかなってちょっと思って、そのためにちょっと整えようって、場を整えてやろうというね、綿抜きが思ったわけでございまして、投票してくださった皆様ありがとうございました。まあ、あのアフタートークは、まあ、ガトリングプラスっていう風にしようかなってちょっと思いまして、ちょっと投票も多かったので、なのでそのこのまま、この後ですね、20時26分以降からですね、またあの配信が始まるわけなんですけれども、そちらの方を、ガトリングプラスと名乗っていきたいと思います。武蔵さん、神奈さん、リスナーの皆さんこんばんは、生放送お疲れ様です、ありがとうございます。天空スタジオからこんにちは、しょいこんにちは、あのごめんなさいね、 なんかなかなかね、ちょっと挨拶が全然、あ、高橋さんフォローしてくれたの、ありがとうあのありがとうございます、ありがとうございます。で、今日何話そうと思ってたかのをちょっと確認したかったんですよ。そしたら投票の話に話がいっちゃって、ネイルの替え時、髪切りたい欲、進まないアニメ鑑賞ですね。多分この3つのうち1個しか喋らない結婚式の話がしたくって、ネイルをそろそろ変えたいなと思っていて、結構ね伸びてきちゃったから、ちょっと遠藤さんのネイルをしてたんですけど、遠藤正樹さんのネイルをしてたんですけど、あ普通にあのスマホのケース買いました、なんですけど、次のネイルをどうしようかなって思ってるんですよね。普通のにするか、普通のあのマグネット系のおしゃれなものにするか、爪が甘いなって言われたね、なんでじゃ急に爪が甘いと言われた私は、でっていう風に考えていて、で今があの遠藤正明さんがあのライブでやるときにつけるあの、ま、塗るタイプのネイルをちょっと爪長い人用にちょっとアレンジしてやってもらってるんですけど、あの剥がすのが怖すぎて、あのオタクすぎて遠藤さんってなるから、ちょっと剥がしたくなくてちょっともうすごい時間経ってしまって、結構伸びてしまったので、尋常じゃないぐらい爪が伸びてるんですよね。だからちょっと短めなやつにして、また遠藤さんってやつやってもらうか、それか普通のネイルにし、可愛い系のネイル、可愛い系はしない、私にとって可愛い系ね、ちょっとクール系な感じのやつにするかとか考えてるわけなんですけれども、まあこれをみんなに相談したところで多分意見がいろいろずれるからっていうのが思ってます。で、髪の毛を切りたいっていうのが、やっぱ願望がちょっと出てきました。 Facebook で昔のプロフィール写真を見てたら、やっぱ髪の毛が短くなってるんですよね。何の話してる、高保さん。ぬるま湯につけると剥がしやすくなるかな。あのジェルネイルだから多分外れないと思う、頑張らなくても。猫の爪みたいにできない、猫の爪みたいにしたいけどさ、自分でさ自分の方を描いた時にさ、皮がめくれることなんて嫌だよ、超痛いじゃん。なんかさ一時あの海外でさ爪ネイルみたいなのが流行ってたみたいだけどさ、全然日本に上陸しないで終わったみたいですよ。結構爪の
猫の爪みたいに尖ったネイルをわざわざつけてもらって、それでやるみたいな感じでやってましたけど、全然多分日常生活を送れないと思うから、ちょっと一瞬考えたんですよ。ちょっと可愛いなと思ったんですよ。これをあの爪をネイル、あ、ネイルじゃない、黒にしてもらって、黒の爪でそういう風にしようかなってちょっと思ってるわけなんですよ。ただ日常生活にあのすごい支障が来たす可能性がありますので、ちょっと変えたいな、ちょっと派手だけど使いやすいネイルにしたいっていう気持ちがあります。鷹の爪みたいにはなりたくないですね。そう、鷹の爪、うんうん、そうだね、うん、ちょっと調べてもらったら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ日常生活過ごしにくそうだよ。うん、舐めたら痛い、舐めたら辛い、舐めたら辛いね、そうね。ちょっと話が変わりますけど、武蔵さんのコメントですね。カナに質問ってことで、はい、県内で司会業をする人って、イベントや結婚式の司会をやっているのはよく耳にしますが、お葬式や告別式とかの司会ってあるのかな。いや、どうだろう、全然なんか司会もね、たまにしかやってないので、あんまりね情報がないんですけど、お葬式とかはジャンル違うんじゃないですかね。あ、辛い、あ、辛いだ、あ、ごめんごめん、辛いね、ごめん今日漢字についてすげえ言われるんだ、ごめんな。漢字全部読まないことにしようかな今日。カウボーイさん、お久しぶりです。かなちゃん、キャンさん、皆さんこんばんは。車に思いっきり爪、ん、爪情報感したら黒くなるはず。え、なんて読むか分からんけど、うん、もう怖い。漢字読めないって言ったと手前、漢字がめっちゃ来た。漢字、あ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 、もしがやってんのね。普通にもしがやってるか。ごめんなさいね。すみません。すみません。すみません。みんなに気使われて生きてる。ありがとう。私はこうやってみんなに気を使われながら生きています。ありがとうございます。今後もみんなに気を使われながら生きていこうかなと思います。クリケン95さん、あ、モシュ、モシュって言わなかった、私。あ、ごめん、な、え、モシュだよ。え、モシュって言ったよね。あれモシュって言ったよね。言ってない、ごめん。沖縄は暖かいですか。うん、今日は暖かいですね。全然半袖でもちょっと肌寒いかなぐらいですね。うん。お葬式出たことない方、あの、出たことあるんですよね、私。あ、出たことあるんですけど、多分ね、あんまり覚えてなかったなごめんちゃい、おじいちゃんごめんそうね、あんまり意識してなかったな、この司会者みたいなこと考えたことなかったけど。武蔵さん、カナ、場を盛り上げるためにお葬式や告別式の、告別式の司会を依頼されたら引き受ける。引き受けないな、多分ね。本当にね、本当に誰もいないんですって言われたらやると思うけど、わざわざ私がやらなくていいかなっていう感じがあるね。結婚式の二次会とかだったら喜んでやるんだけど、どうしてもね、多分キャラ的に綿貫かなっていうキャラクターがブレるかもしれなくて、でまずこのいつもの私を知ってる人が、あの、告別式とかでなんか司会やってますって言ったら、なんかこいつなん、なんやこいつみたいな、いつもとちゃうやんけーみたいな、みたいなね、なるから多分やらないと思いますね。まあ、セレモニーとか会場のスタッフが基本やるみたい。あ、そう、そっかそっか、そうよね。出棺ですとか言った後に棺の中から出てくれ、出してくれと叫び、いや、やめる、ホラーやないかい。グレタムさんこんばんは。二次会だけ大好きですね。お、そして時間がそろそろあれなので、一回ちょっと CM を挟みたいと思いまーす。夏話に花咲かせたいそこのあなた、アニバコって名前もオタク女子たちと趣味の話で盛り上がれるアニソーバーがヤフソ通りにありますよ。月曜日から木曜日は20時から26時まで、金曜日と土曜日は21時から27時まで、日曜日は定休日。さあ、気になったそこのあなた、アニバコにレッツラゴー。 NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。お知らせがございます。ガトリングラジオでは現在スポンサー様を募集しております。いや、大募集しております。スポンサーになってくださった暁には、毎週あなたのお名前、そしてあなたへの感謝を時間が許す限り綿抜きがささやきます。詳
詳しくはツイッターのダイレクトメッセージ、ツイッターのリプライなどで綿抜きにご連絡ください。ツイッターばっかりですね。よければツイッターもフォローしてね。よろしく。さあみんな揃って楽しく元気にごまをすりましょう。やってまいりました。残すこと6分でございます。ちょっとね、ちょっといつもより時間がね、あのフリートークでかかってしまいましたけれども、はい、というわけで、ちゃんとですね、一応言っておきますけれど、あのちゃんとあのアニバコの CM 許可取りました。ちゃんと許可を取った上で全然 OK って言われたので大丈夫だと思います。というわけで、この時間は綿抜きがスポンサーの源さんに媚び寄る時間帯でございます。今週の現状でございます。久しぶりに、あ、ごめんね、これ漢字読めなくて調べなかったんだよ。これなんて読むの？これごめん、わかんないから後で読みます。初スラダンを見て、スラムダンクを見て、久々に部活がやりたくなる話。はい、毎回ドキドキする時間なんで。スラムダンク私も見ました。はい、あ、勧誘ね、ありがとう。勧誘だと思ったんだよね。うん、絶対勧誘だと思ったんですけど、勧誘ってなんだかよくわからなかったから。こんにちは、28歳です。みんなの28歳と感謝、あの気持ちがちょっと違うんだよ。うん、勧誘って何に使うの？わからんのやけど。でスラダン見て、スズメの戸締まりを見て、一発で、ザ大臣の推しになったということなんだ。サ大臣でした。まだ見てないんですよね、スズメの戸締まりも。スラダンは見たんですけど、スラダンは一回しか見てないんですけど、部活を見た。部活生だったのっておかしいね。あのバスケ部だったんですか、源さんは。スズメ面白い。前さ、私あのそばかす姫とか見たんですけど、ちょっとね体に合わなかったんですよ。だからちょっと見るの怖くて、うん、どうしようかなと思いながらスラダンを見に行ったんですよね。友達と見に行って、で二人ともあんまりうわーってなるタイプのキャラじゃないから、うんうんうん、面白かったねっつって帰って、でその後あの兄箱に二人して仕事に行って、であのオーナーめちゃくちゃスラムダンクめっちゃ好きだから、めっちゃよかったやろ、うわすげえよかったよみたいな感じで言ってたんだけど、なんか私たちすごい一応面白かったんだけど、なんか熱量が低いタイプの人だから、あの なんで見たのになんでそのテンションで生きてられるのとか言われて、あ、すいませんみたいな感じになった感じになったです。三井がかっこよかったですね。あ、柔道部だったんだ。あ、バスケ見た後に部活戻りたくなったっていうからバスケ部だったのかなと思って。身長高いじゃないですか。柔道部強っそ、やば、ボコボコやん、やばいな、激強マンじゃないですか。リュウソボも見た。リュウソボはどうでした？バレーボール部言いづらい、バレーボール部って言いづらい。で、久しぶりに勧誘食べたくなったからアマゾンで買ってみたよっつってっていう話なんですけれども、勧誘が分からんから、ああそうなんだみたいなで、あの現状が結構大変っていうから、ゲンさんが聞きたいトークテーマとかを私が喋るみたいなのも考えたんですけど、なんかあの違うんじゃねみたいな感じになったみんなが部活私に言ってる、みんなに、部活じゃない人もいるしね、北部とか南部とか言ってる。おーおー、中部の話すんな、遊ぶって遊んでるやないかい。あー、勧誘は幼稚園の頃月一で先生から勧誘をもらって食べてた。勧誘もらうもんなの？幼稚園生の頃に勧誘もらうことあんの？ちくわ部やないかい。部はもうひらがなやないか、普通の部の私は剣道部と弓道部と手芸部と漫画研究部でしたね。はい、そんな感じです。はい、そんな感じで源さんの現状でございましたけど、まあ、スラムダンクしかちょっと全部わからなかったっていう3つ送られてきて、スラムダンクしかわからなかったと赤ちゃんの顔写真がプリントされているブリキ缶に入っている粒、何の話してる？おいおい、部活の話じゃないだもん、それも一発ギャグの部みたいになってるやないかい。勧誘は夜目な、何にもわかんない、みんな。うー、クッキング部にもいた。赤松さんクッキング部にいたんだ。え、ご飯作れるんだ、そしたら私も作れるし。何これ。そんな感じで、あの勧誘の話から、なんか、ね、部活の話から、みんな部活、自分の部活の話をし始めたんですけど、赤松さん合唱部でクッキング部にもいたと。なるほど。総務部高保さん、本当に本当に部活、それ部活であんの、これ。なんか仕事じゃない、バブーじゃないよ、ひふみさん、バブーじゃないよ。ちなみにバブーって言ってますけど、そのバブーって言ってるひふみさん、さっきあのチリチーズカーリーフライも一緒に買いましたとか言ってるからね、もう全然もう、うん、作れる
作れます。武蔵さん、私28ですよ。ご飯ぐらいは作れますよ。漢字は読めなくてもね。お風呂に入れる入浴剤、何もうわからんわからん、もう俺幹部じゃないかも、本当にもう高本さん違いますって、なんやねん。アニバコでも料理するの、うん、料理しないですね結婚式の話全然してないから本当に。じゃあアフタートークの方でね、あのガトリングプラスの方でちょっと後ほど喋りたいなとエマさんみんな大丈夫か、しょうもないギャグっておい、サゲ部ってなんやねんあ、柔道部、大学柔道からスカウトされたことある。だってでかいもんね、でかくて強いでしょ多分。あ、そして、誰か仕事して、みんな仕事、あの誰か仕事してください。この後、ガトリングプラス綿ネックからの、ツイキャスから配信して、30分ほど配信したいと思います。アフタートークということで、またですね全然喋れなかった、お話をちょっとしていこうかなと思いますので、すみません、残すことあと30秒ほど40秒ほどなので、ちょっと全部のコメントが拾えきれないと思いますので、後ほど、綿ネックからの方のツイキャスの方でちょっと触れたいと思いますので、よかったら皆様居残りしていただければなと思います。シンジさん、綿ネックさん、こんばんは。こんばんは。もう30秒で ラジオが終わってしまうので、この後ツイキャス、綿ネックからのツイキャスでコメントじゃないや、全部拾いたいと思います。はい、終わります。なので、30分ほどこの後綿ネックからのツイキャスで、皆さんと交流したいと思います。ガトリングプラスやりますので、よければ皆様、コメント、そちらの方でやって絡んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。武蔵さん、ちょっと最後のコメントちょっと触れられなくてごめんね。というわけで、今日もありがとうございました。ラジオの方は終了でございます。やばっ、ガチだ。だってこれ放送だから面白いでしょ。そう放送じゃなかったらただ私走ってるだけになっちゃう。いや、走ろうとも思ってないんですよ。走る、誰か。走る、走る。ああ。走るという言葉です。走るね、本当に買ったんですか。買ったよ。毎週買うわ。やばいやば。この人やばいぞ。本当に買ってくるぞ、この人。今日だからさ、タイガーがね、急遽ちょっと来れなくなったって言ったんで、体調、熱出してる。あ、そうなんだ全然出ますよ。出る、うん、出るか。スタンドが全然言うこと聞かないよね。いや、なんかマジでマジでここまで行くんだ。うわ、すげえ、めっちゃ広くやん、これ。後ろ、あ、後ろか。なるほどね。なんかホルダーついたの。ホルダー、あ、はい。
ける、イエーイ、いけたー。ふぅ、というわけでこの後こちらに移動したいと思いますので、皆様終わるよ、ツイキャスの方は。あの、ひふみずからスキップタイムに来ていいからね。あ、わかりました。ひふみずアームで回す。